壁際を自分で流してきちゃって大丈夫だよ。ゆっくり。最終あの泡泡だね。あそこは出るよ。あ、言い方だな。あ、なんだ。そう、そこ座ってていいっすよ。だいぶ金があればね。違うよ。いや、そこなくちゃ飲めねえやんな。そっか。あれ、測んなかったね。メジャー出すけ。あ、どうなってんだ。半分。いや、まあまあのことだよ。綺麗。これもフライ。この骨も。骨もフライ、うん、いいね、美味しいですね、うん、か、あら汁か、どっちか。え、これね、じゃあ俺どうするの？
じゃあ、あげる。ほら、来たよ、マスター。じゃあ、シャーナ下ろすか。山井さんがプレゼントしてくる。優しい優しい山井さんが。お手手拭き場。ぬるぬるだから。押さえるなりなんなりできます。ちょっと川で濡らしてあげてくるの。さすがだね。でもね、さすが。でもね、本当はこういうのないんだよ。まあでも本当はちゃんと皮むくんだけど、うん、今日は面倒くさいから、うん、その皮もね、皮もあげるんですよ。うん、皮もあげちゃう。皮を動かす、皮を動かすんですよね。身を動かすんじゃないですか。で、そうそうそう。ま、もう一こっちは押さえてる。でかいでしょうな。なんでそういうこと聞くんだいじゃあ。そうやって答えるしかないじゃん。ね、それに変えたら聞き方が悪いよ。ああ、美味しそう。だけどさ。岩永さんに食べられると思わなかったさ、ね、食べないよっていう言わない、食べないよって言わないよ。みんなでついでにマスターにこれでさ3枚におろしてもらっちゃえばいいんじゃん。でフライにすればいいんじゃん、うん、ね。おい、だからアラの方に刺身乗っけとってこっち3枚のやつ。 ありがとうございます。もう一匹じゃなくて、もっと綺麗に並べるんだけど、もう一匹じゃなくていっぱい入ってるから全部やってる。いや綺麗ですよ。もう一匹がでかいんだよな。もう一匹がでかいんだよ。本当は綺麗に並べるんだけど、いいお店はいいし、美味しきゃいいですか。